番、狼ミオダンスレッスンに面白ティンを着て来ていた。これはね、白髪吹雪によってリークされてしまったんですけれどもね。ダンスレッスン終わって私服に着替える時にミオが着たな、謎 T シャツ。いつもはおしゃれなミオの私服ですが、ナスがキュウリと言ってるね。服を着ていたということでね。はい。いつもは普通の服着ていくんですけど、この時はね、夜のレッスンだったんですよ。終わりの時間はほんと24時とかのレッスンで、で、あんまりね、もう出歩かんだろうと思って、もう着て帰るだけやんって思って、もうほんと部屋着みたいな格好で行ったんだけど、この上にね、カーディガンを着てね、帰ったんだけどね、ナスが書いてあるところにね、下にキュウリって書いてある T シャツを着ていきました。ダンスのレッスンで着てた T シャツの方が普通だったかな。スヌーピーかなんかの T シャツ着てた気がする。いや、最近結構夜中の収録とかレッスンが多くてですね、もう多分なんですけど、メンバーがみんな忙しいからスケジュールを合わせるのが大変で、もうそれでもうどうしても夜中の時間になってしまうとかいうことがね、ちょいちょいありまして、まあ誰にも迷惑かけてないからいいんだけど、白髪にはリークされたっていうね。おち面白T好きなんですよ。なんか見つけるとなんとなく買っちゃう。たくさん T シャツ持ってます。